はいどうもファンネルです。モンスターハンターワールド、やっていきたいと思うんですけれども、この名帝のバルハザクですかねのミッションなんですけども、ちょっともうムービー見ちゃったので、ギャラリーからちょっとムービーを見ていきたいと思います。ちょっとフレンドと一緒にやるためにね、ムービーを一回見て、それで救援呼んでちょっと一緒にやるっていうことをやったんで、まあまだ倒せてはいないので、ちょっとムービーだけお見せしたいと思います。でムービー終わったらまた、はい、このクエストを受けて、倒しに行きたいと思いますんで。結構こうドロドロしたやつではあったんで、まあ正気がすごい対策が必要になってくるクエストだと思いますんで。死んでるみたいな感じでね。やべえやつがいますよ。もうなんかバイオハザード感が出てますよね。これ多分狙って演出したのかな、なんか。出てきますね。これ正気吸われてるんですよ。お亡くなりになられました。ああ、みんな魂を吸われて。まあ、顔は蛇っぽいですよね、なんかこう。あんまり、なんか見ていていい気分にはならないようなデザインですけどね。ちょっとエイリアンチックな。はい、という感じでした。ということで、じゃあちょっと録画の方は一旦ここで止めて、また、戦うとこから始めたいと思いますんで。記録は一度だけ、らしきものがいるという記述なの。らしきものですね。じゃあやっていきたいと思います。ということで、私実は最近弓を使い始めたんですけども、まあちょっとバルハザクに関しては近接の方がいいかなって思う相手だったので、また今まで通り立ちですね、マグダラオスの方の装備で爆破属性になってます。でちょっと何ですか、装飾品の方で正気をこう抑えるためのやつ2つつけてるんで、一応ある程度正気は、対策してあります。ただやっぱり正気やられにどうしてもなると思うんで、打ち消しの実は拾っておいた方がいいです。まあただソロでやってるとまた時間足りなくなるかもしれないんで、あんまりこんなことはやってたくはないんですけどね。でバルハザクがあっちから来んのかな。あ、来ちゃってんな。なるべく広いところで戦いたいんですよね。ここならまあいいか。おっとっと、ちょっと応急薬にして、で正おお危ねえ、正気なんですけども、一応そう言ってるんですか、いでたち装備してることによって、やめて、正気は抑えられたりするんで、正気ガード性能もあるんですね。口のとこ覆われてるんで、そういう切るとちょっとやってきますかね。じゃあこいつ、お前よいしょ、やってこう、ガーン。でこいつ正気ビームとかやってきますんで、まあ懐になるべく、ただ懐に飛び込んでいても
なかなかのことやってくるんでね。ただまあ弱点は結構多い感じですね。ただたまに尻尾アタックっていうんですか、なんかグランって回ってやってくるんで、それが結構痛かったりするんで。これビームです。ビーム中は無防備。であんまりやってると正気で地味に体力削られるんでね。であんまり攻撃少なくてもまた時間足りなくなるんで、ちょっと攻撃当たらない。これですね、あと正気やられになりましたね。ちょっと打ち消しのみ。で回復して、正気やられがどうしてもやっぱきついですね。でまあきついなと思って、もう回復アイテムとかもなくなり始めたら一回キャンプに戻るのも一つの手ですよね。やばい、ビーム来るか、来るかな、違うな、ビームでした。これ今ビーム前後方向に吹いてますけど、これがお腹側で出るビームの時もあるんで、危ない。これ切れたかな、ちょっと正気がひどい。よいしょ。本当はこうやって松明弾足元にやると正気晴れるんですけども、こいつの正気は半端じゃないんで。危ない、ちょっと回復しよっか。小型モンスターをやった。うわ、正気やられ、おお、もったいないもったいない、このタイミングで攻撃したい。まだやってこないですね、正気ビームだけですね。一応近づくな、危ないぞ。ガンナーの人はやっぱり正気ビーム注意ですね。本当は立ちの必殺技をやりたいんですけども、そううまくもできんので落とし物ですね。おおおお、どこか行きますね。ちょうど太刀の切れ味も落ちたんで。でどうしてもね、ハメ技的に当たる攻撃がだんだん増えてきてるんで、その辺注意ですね。拾える薬草は拾って、このタイミングでこうビーム打ってたりする時あるんで。こんな感じですね。やめてほしい瞬間ナンバーワンです。えらい、回復食。じゃあそろそろそういきますか。よいしょ、痛い。あ、これは多分お腹ビームです。お腹の方からビームボーンって出るんで、距離取らないとダメなんですね。これ危ない。何の音、何の音、
なんかすごい音が。多分これ相違にダメージがいってるな。危ない。お、解除した。外していくスタイル。これ多分お腹、あ、違う、知ってんの？あ、違う。これちなみにこの綺麗な色の水のところダメージ食らいますもんね。ちょっと回避。これはビーム。この見極め結構大事なんでね。痛い。最後の大きい役。うわー、初期やられ。ちょっとだいぶこう回復アイテム使わされるんで。これはなんだ、ビームだな。当たらない。よし、これ危ないやつ、これ危ないやつ。で、周りに正気いる敵とかがいるとなんかその正気を吸い取るんで、まあ自分も要は正気やられるときは危ないんで。いける、よいしょ、うん。どこの部位破壊したのかな、ちょっと分かりにくい。あんま後ろに回ってもね。ちょやめてやめて、これ正気やられになりそうな予感する。そろそろ、ちょっと回復しておきますか。いやー、いかんね。ビームやっててくれる方が幾分かいいですけどね。ちょっと切れ味が落ちてる。ビームだ。その位置ではまずい。おお。もう切れ味が悪すぎて。正気やられ。どっか行く。よし。ちょっと回復薬で回復しますかね。こんな感じでね、打ち消しのみ結構必須ですんで。あとはできれば薬草も欲しいよな。あとグレートも6個。まあ私亡くなったらちょっとキャンプに戻りますんでね。多分近接の方がやっぱりこいつに関してはいいのかな。とは言ってもまあまあ近くで。ここ将棋あんじゃん。ゲホゲホ言ってる。違う、こいつにやったんじゃない。この将棋やられに、あ、やばい、刀解いてくるの忘れた。まずいよ。逃げて。あ、これ違う、知ってるやつだ。これ吸われてますんで、正気。おお、粘着石。わかんない、この攻撃わからん。早いとこビーム出してくれたもん、まだわかりやすい。アタック、痛い。回復、
嘘、もったいない。ギロス死んでる、危ない。落とし物、おお、今のよく尻尾当たらなかったな。まあ、疑惑の判定ですね。おっとっとっと、ここでビームやめてね。そろそろ将棋やられになりそう。ビーム来る、いいよいいよ。回復、お、どっか行く。これ調べて、ちょっと初期にないところに行きたいな。できれば薬草も欲しいけど。ドキドキの子、そっか、これ上にあれあるな、キャンプ。もうどうせだからキャンプ近いうちに取っときますかね、回復アイテム。あんま無理しないようにね、ほんと。でアイテムボックスから入れ替えで、回復薬とグレート取って、まあ本当は薬草と蜂蜜なんかも集めておくといいのかな。で食事ができるから、なんかめっちゃ声聞こえるな。そっか、乗り攻撃やってねえな。でどっちだ、失礼、迷子になってる。こっちか。でバルハのザクはどこにいるの。いたいた、ジャンプ切りをしたいんですけど、おお、ここだぞ、できる。危ない、かわす、かわす。よいしょ、チャージビーム。よしよしよし、逃げろ、ジャンプ切り届け。よし、できればもう一回届くところに来てほしい。お食事、半蔵よく耐えてんな。しかし、なんだ、何やる気、どこの部位破壊しちゃうの。正気、やばい、半蔵がピヨってる、助けねば。あっ、やばい、この体力はまずいぞ。ほっ、グレート。これはお腹ビームですね。よし、いや、すげえな、爆発した。そろそろじゃねえのかな。やばい、正気やられ、そろそろは私でした。やばい、逃げろ、逃げるとこ間違えんなよ。ビーム、ビームは背後に回らんとどうしようもないんでね。よいしょ、
よいしょ。乗りたいとこだけど。よし乗った。高橋名人、高橋名人、高橋名人、連打です。よいしょ。落ちろ落ちろ落ちろ。よいしょ。もう終わって。なかなか決まらないですね。おお、急にダウンしないで。よいしょ。一応やっとくか。首切り。よし。超えなすった。掘ってますね。いい感じで減ってんじゃねえかな。もう。あ、でもまだまだだな。まだ元気。どっち行った？鬼神薬飲んどけばよかったですね。打ち消しの実を拾って、いや参ったなこれ。レアモンだ。30分以内に倒せればいいんですけど。超えてます。これ初段ビームやめてね。どんだけ吠えんの。威勢だけは一人前だな。これはお腹ビームですね。か、吸ってんのか。吸ってる吸ってる。吸わせるかよ。これはまずいやつ。よいしょ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 。回避できない。回復。そろそろじゃあ来ますか。よいしょ。この破裂音相当正気あんだろうな。こここれやばい、これやばい。よし。うわー、吹っ飛ばされた。そして正気やられ、回復。おっと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 。衣頑張って。いたん。回復。切って逃げて。ビーム来る？まだ来ない。3回ズドン。爆発しなくなってきた。おわつ。グレート飲んどくか。よいしょよいしょよいしょ。吹っ飛ばさないで。回復。なんかビーム打たなくなってきたな。よいしょ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 。いてー、マジかい。打ち消し。グレイト。
回避回避痛い。なんか攻撃がだんだん激しくなってきたな。ビーム来る？大丈夫。回避回避回避。危ない。スリングは松明弾は足元に。ついでに源流石取って打ち込む。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 いたん。回復。釣ってるな。もう一回回復。今切って、今切って。いや、まだ毒ってねえな。壊したな、あれ。ちょっとこの辺で刀研いどかないと。打ち消し取って。いや、全然ピオランな。源流。やっと爆発した久々に。源流。お、チャージどっち？あ、普通のビームかい。痛い痛い痛い。ちょ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 。疲れてる。あと1回ぐらい乗れると思うんだよな、頑張れば。でもドクターな。いた。ここで無理に攻撃しない。回復。毒はあんま効かないんですね。10ぐらいずつしか効いてないんで。ビーム来いよ、ビーム。よいしょよいしょよいしょ。お、尻尾切れた。お、やばい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 。僕ビームかよ。しろ。痛い。ピヨンなよ、まだ。よし。ふん。ああ、普通のビームもそうやって状態上げるようになってきた。ちょっとなんか赤い石落ちてる。どこに？これか。源流石。ふん。尻尾がここに落ちてるのを忘れないようにしたいけど。やばいやばいやばい。逃げて逃げて逃げて。あ、振ってんのか。で、ご飯食べとこう。回避回避。お、もう毒ってる。毒ってるじゃない。ちょっとしんどいね。でもここいたら寝れないよね。この子ここで寝るはずなんで。やばいな、回復薬使い切っちゃった。ビーム来るビーム来る。よいしょ。おわっちゃ。くそ、回復薬ねえぞ。といってもまあグレートがあるんでいいんですけどね。一旦引くか。一旦引くと寝るかもしれないですね、こいつ。
遺産回復よいしょ。直線的な動きでは私を倒せんよ。まずい、お大丈夫だった。ちょっと刀研ぎてえけどダメだな、今調子低く。何壊れたの、何なの。よっと、あ、外した。あ、当たった、いった。いやー、どっか行ってっていうのは私の方なのね。あ、どっか行く。しっぽしっぽしっぽ、あれ、しっぽ、ここだ。あ、違う違う違う、こっちだ。落とし物もある。お、光った、宝玉来た。落とし物どこにあるんだろう。ちょっと落とし物、やべ、戻ってきたな、バルハザク。寝るんかな、ここにいるの。落とし物ここかで、この子たちがね、そう、こういうことやっちゃうのよ。ナイス爆破。あ、終わった。ちょっと余裕でしたね。邪魔してくれたな、ギルオス。じゃあバルハザク剥ぎ取りと、まあこんな感じですね。この子はうまいこと立ち回れれば、やっぱクシャルダオラよりはいいですね。クシャルダオラは竜巻でどうしても邪魔してくるんでね。今度はこいつガンナーでも枯れるようになりたいな。今弓の練習もしてるんでね。はい、失礼しました。なんか動画がうまいこと今録画状態にならなかったんで。はい、ということで29分ですね。まあ途中尻尾でなんか砲撃みたいなの出ましたけども、 OK、 倒したというところで、できればモンスター図鑑も更新しておきたいんですよね。それで弱点属性とか分かるんで。やっぱこいつには近接の方がいいんじゃないかな。あとはまあやっぱ無理しないで、今回はね、あのキャンプにファストトラベルとかできるんで、アイテムしっかり補充して。無事戻ったか、白き風。古竜たちの調査は実に見事だ。君の働きは実に凄まじいな。見事というより他はない。今はゆっくり体を休めてくれ。その後に残りの古竜の調査をよろしく頼む。ところで君に話しておきたいことがある。あれから何度も学者たちと検討したが、ネルギガンテを討伐したにもかかわらず、古竜たちがざわめき続ける理由は未だ不明。しかしこれだけはみんなの意見が一致している。これは紛れもない異常事態である。何かもっと他の重大な原因があるに違いないと。各地に散ったはずの古竜たちが竜結晶の地に再結集した理由は何だ。竜結晶の地には一体何がある。もしやあの男はこれを調べに一人でと。はい、ということで、無事に、バルハザク、倒すことができましたので、次回は爆炎の手をテスカトルやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。まあいい感じの、動画の中で、こうサクサクっと倒せたので、まあそこまでサクサクでもないんですけども、良かったかなと思いますんで。ではご視聴ありがとうございました。皆様さようなら。